警戒を緩めないでください、隊員。来ました。そんなに長くいたわけではありませんが、なんだか久しぶりな気がします。そうだね、基地生活にも慣れたし、僕はもうフォースワンを第二の家だと思ってるよ。大げさや、キャンプに来とるわけやないんやから。若者たち興奮しているのはわかりますが、スタート地点に戻っただけですよ。隊長の言う通りです。すみません。うん、確かにまだリラックスしていい時じゃないよな。ブローニャ隊長、急いで本部に連絡しましょう。そうや、セントフォンテーヌの中心部に戻ったなら崩壊エネルギー通信も使えるやろ。そのようですね。テレサ主教からの連絡が届いています。ほんまに？セントフォンテーヌの状況はまだ不明ですから、警戒を緩めないでください。ひとまずテレサ主教と通信を行います。親友？セントフォンテーヌの黒幕の技術力は反則レベルよ。空間をめちゃくちゃにするだけやなくて、入り口を隠したり、一方通行の出入り口に変えたり。生き物のできることなん？もしかしたら本当に違うのかもね。やっぱり宇宙人なんですか？ティミドちゃんってば、あのタロット怪物を平気で蹴り飛ばせるのに宇宙人はダメなんだ。私、宇宙人みたいなぬるぬるとした触手や小さな手足、それから瞳孔のない大きな目が大の苦手なんです。その宇宙人に対するイメージはどこから来てるの？承知しました。現場の状況をもとに判断します。すべきことは下までです、テレサ主教。フォースワンでの出来事や正門に関する話をテレサ主教に報告しました。テレサ主教は今回の任務を重要視していて、脅威レベルを引き上げました。その指示のもと、他の小隊ももうすぐこちらに到着します。はあ、よかったです。やっと援軍が来るんだね。ブローニャ隊長、そうや、メイ隊長は無事なん？天命の医療技術は高いし、もう治せたはずやろ？安心してください。それもテレサ主教に確認しました。メイ隊長は治療を受け、危険を脱しましたよ。これで親友も安心できただろう。よかったですね。うん。次は悪いお知らせです。第二小隊が到着した時と比べて、戦闘本部こちらに来てください。
巨大な赤い結晶体ですか？しかも一箇所だけじゃない。うちらが見たものよりもずっと大きい。ブローナ隊長、これは一体何やの？具体的な状況は現場スタッフと直接確認するようにとテレサ司教に言われました。え、もう新しい戦力が到着したってこと？おそらく合流地点の座標を送ってくれるとテレサ司教が。ああ、もう届きました。あ、座標の場所にあるこの識別コードは021ライデン？嘘、ほんまに？ちょっと一人で行かないでくれよ。ええ、了解。急いで追いましょう。素材習得。隊長！キャロル、久しぶりね。油断は禁物よ。戦場に。なるほど、ここを臨時拠点にしたのね。カウンターとソファーまであるなんて結構いい感じじゃない？キャロル、見間違いじゃないわ。本当に私よ。そんなに確認しなくてもいいから。隊長、無事でほんまによかった。キャロル、アテンマ城でキャロルはメイ姉さんと彼を守ってくれました。だからこそ第二小隊は二人を救出できたのです。雑魚を倒しただけや。先輩が命がけであのデカブツを倒してくれへんかったら、うちは。隊長？キャロル、それにあなたもよく頑張ったわね。ちゃんと守れなくてごめんなさい。首にあるその痕跡。なるほど。月の輪が人化試練による侵食を抑えてくれたのね。隊長も月の輪を装備したん？そうよ。司教様は任務の脅威レベルを引き上げた後に物資もちゃんと補給してくれたの。そうだ、キャロル、予備用の武器を持ってきたわよ。え、ほんまに？隊長、純枕が壊れたって知ってたん？そんなわけないでしょ。万が一のために持ってきたんだけど、役に立ったみたいでよかったわ。メイ姉さんは相変わらず気配り上手ですね。隊長、物資の整理が終わりました。メイ隊長が補給物資を持ってきてくれて本当に助かったよ。
フォースワンで調達した物資だけだとそろそろ限界だったんだ。ご苦労様です。セントフォンテーヌに戻った後、もう臨時基地には戻らないかもしれません。みんなも準備を完璧にしておいてください。それと月の輪に関して、アインシュタイン博士とテスラ博士からメッセージが届きました。みんながフォースワンで戦った時のデータは無事本部に送られたわ。データを分析した後、月の輪の隠しモードがアクティブ化できるようになるそうよ。テスラ博士はそう呼んでいますが、正式名称は理想的限界領域です。簡単に言うと、低核出力を突破したモードで、崩壊エネルギーの変換効率が大幅に上がります。それ、最高じゃない？どうすればその隠しモードをアクティブ化できるんだ？問題はそこよ。博士曰く、重要な計算が足りないから、まだ私たちの意思でアクティブ化させることはできない。みんながデータをアップロードし続けたら、まぐれでアクティブ化できるかもしれないわね。確率は 0.0000001% だけど。博士はそう言ってたわ。そんなん、あってもないのと同じやん。とにかく、一応覚えておきましょう。さあ、そろそろ整備を始めてください。はい、隊長。メイ姉さん、少しお話ししてもいいですか？え？もちろんよ。久しぶりにブローニャちゃんに会えたし、私もお話ししたいと思っていたの。じゃあカウンターの方に行きましょう。気になる？気になるで。ブローニャ隊長とメイ隊長が目の前にいる。本物だ。幸せ。先輩、見て、新しい純枕や。これでやっとみんなと戦えるで。そうや、新しい純枕に縁起のええ名前をつけなあかん。純枕5号にするわ。簡単な5とちゃうで。 V、 勝利の意味や。うん。やあ、親友。やっとフォースワンを出られるね。実を言うと、ここ結構気に入ってるんだ。景色はいいし、気候も快適。さらに海も見えるなんて、ここ以上にいい場所があると思う？僕が引退したら、こういう場所で老後の生活を過ごしたいんだ。僕の幼馴染のクレアと一緒にね。戦う前に縁起の悪いことを言うなって。そんなの僕は信じないよ。安心して。みんなの背中は僕が守るから。あ、先輩。はい、気づいてくださったんですね。
実は、しばらく皆さんと一緒にいたからか、もう人見知りしなくなったんです。皆さん、隊長、先輩、それからライルさん、キャロルさんに、いろいろ助けてもらいましたし、一緒にいても、そんなに緊張せずに済むと思います。それに、メイ隊長に変な子だって思われたくありませんから。とにかく、今後もよろしくお願いします、先輩。メイ姉さん、怪我は本当に大丈夫ですか？本当に大丈夫よ。何？メイ姉様が信用できないというの？違います。ただ、隊員、メイ隊長と作戦の話をしているので、盗み聞きはやめてください。さて、準備は整ったみたいですね。これより、メイ隊長とキャロル隊員も、私たちと共に戦います。まずは、セントフォンテーヌ異常事件の調査任務を再開しましょう。現場での説明は私がするわ。ひとまず、セントフォンテーヌに戻りましょう。偵察小隊の情報によると、今のセントフォンテーヌの状況は、以前とはまた少し違うの。以前は外部から何の問題もなくセントフォンテーヌに入ることができたけど、出るときはサード駅という唯一の出口を経由するしかなかった。だけど今、セントフォンテーヌの見えないバリアは、双方向性のものになっていて、外部からは入れなくなってしまったわ。それって、つい最近起こったことですよね。その通り。今までは増援部隊を派遣できたけど、この変化があったせいで、他の小隊や後方のサポートスタッフは、セントフォンテーヌに入れなくなった。じゃあ、私たちは孤立無援ってことですか？焦らないで。偵察小隊はもう一つ情報をくれたわ。バリアの性質に変化があったのと同時に、セントフォンテーヌ都市部に巨大な交渉が複数現れた。それらの交渉は、今までのものよりもずっと大きく、さらに交渉を守るかのように構築体怪物がその周りを巡回してるそうよ。怪しすぎるやん。キャロル、あなたの考えを聞かせて。その交渉が現れたから、バリアの性質が変わったんとちゃうん？ええ。
私もそう考えてるわ。もし本当にそうだとしたら、交渉はバリアにエネルギーを提供するための供給装置の可能性が高いですね。つまり。ええ、ただの推測だけどね。何せ敵の技術の原理は解明されてないから。あ、そんなん口を割るまで殴ればええんやろ。ライル、巨大結晶の位置を確認できますか？もう確認してるよ。ここで確認できるのは中央広場と少し離れた先にあるもの、その二つだけだね。それ以外は見えないな。まさか街中を探さなあかんの？あの、月の輪で交渉を探すことはできないのでしょうか？月の輪で？あ、はい。ライデン・メイだ。あのメイ隊長が私と話してる。違うんです。交渉には少量の崩壊エネルギーがありますから。はい。なるほど。月の輪は崩壊エネルギーの識別と変換が可能な分、その位置を割り出すこともできます。通常の崩壊エネルギー探知機より効果も高いですしね。それなら簡単だよ。セントフォンテーヌにある巨大鉱床の位置を割り出し壊せばいいんだ。ええ、そうすれば安心して支援を待ち、何の心配もなくアテンマ城に入れるわね。ブローニャちゃん、指示をお願い。私は代理隊長です。ここは正式な隊長であるメイ姉さんが指示を出してください。私たち別に形式にこだわる必要なんてなかったわね。それもそうですね。正式な隊長とはいえ、私はまだ復帰したばかりだから、知ってる情報は限られてるわ。では、巨大鉱床の破壊は二人で指揮を取りましょう。フォースワンで入手した情報に関することなら、私が説明します。意義はないわ。協力し合って、互いの足りないところを補いましょう。昔のようにね。もちろん隊員のみんなもいつでも考えを共有していいから。はい隊長。はい。ブローニャ隊長とメイ隊長、やっぱり心が通じ合ってるんだ。ふむふむ、これがフラットな組織ってやつ？気に入った。ライルは適度に口数を減らしていいですから。さあ、行動を始めましょう。対崩壊第2第3小隊、これよりセントフォンテーヌ内の巨大鉱床の位置探知および破壊任務を開始する。
わかった。私の指示に従ってください。承知した。素材習得。巨大鉱石を見つけたわ。あそこよ。やっぱり怪物が見張ってるんですね。急いで倒しましょう。やっと戦えるんやな。めっちゃ我慢してたんよ。新春枕出撃や。見張りの怪物は全部倒れた。今だ。この道は前にも歩いたような気のせいか。この任務思ったより簡単じゃなさそうだ。ああ、任務の資料は全て頭に入っている。殲滅モード起動、ファイナルショット。あの交渉の位置やりにくいわ。敵は私たちのやりやすさなんて考えてくれないの。イカロスコアの機能を活用しましょう。もしくは射撃で破壊するのもありだね。敵に集中してください。次の行動座標に向かいます。隊長の命令ならパワー全開で。斬撃モード。全部倒しました。交渉を破壊できますね。展開目標沈黙。目標半数以上の破壊を確認。あと少しや。この任務思ったより簡単じゃなさそうだ。ティミドちゃん、僕がフォローするよ。死ね。雷鳴が来た。隊長、交渉に変化がありません。壊せません。それに急に出てきたデカブツたちは何なん？ほんまに邪魔やわ。ん？待って。ええこと思いついて。さようなら。0019、全武装展開。目標、沈黙。キャロルったら、
本当に機転が利くわね。さようなら。分析によると、この大物とその周りにある交渉の間にエネルギーの共生関係があるわ。ティムド、訳してくれへん？え？その、つまりこの大型構築物を倒せば交渉も同時に破壊されるってことでしょうか？その通りよ。してよかった。行動開始。じゃあさようなら。0019全武装展開。目標沈黙。巨大交渉の崩壊エネルギー反応は全部消失。任務完了です。あとはアテンマ城に入るだけね。その前にシシワン大橋に行ってバリアの機能が無効になったかテレサ司教に確認しましょう。テレサ司教に確認しました。外部からセントフォンテーヌに入ることが可能になりました。作戦目標クリアです。ブローニャちゃんと隊員たちのおかげね。メイ姉さん、ブローニャ隊長がちょっと困ってる？ほう、これは珍しい瞬間だね。では他の招待が到着するまでここで待機しましょう。アテンマ城が空に向かって光を放ってます。わお、明らかにすごい何かが起こってる。しかも絶対大にいいことじゃない気がするよ。魔城内部から大量の崩壊エネルギー反応を検出。今までセントフォンテーヌ内で検出した数値よりもずっと高くなっています。あ、思い出したで。うちらがアテンマ城であのデカブツと戦った後、建物が光を放つようになったんや。でも、そんなに強くなかったで。アテンマ城の中の敵、天井の人が何を企んでるかは分かりませんが、その計画はすでに次の段階に入っている可能性があります。でも、もうすぐ援軍が来るって、主教様が。そうだよ。そのためにわざわざ巨大交渉を壊したんだろ。そやけど。キャロル、何か考えがあるなら言ってみて。はい、確かに増援を待った方が安心やけど、今は敵の目的がわからん状況やし、一刻の猶予もないと思うんや。敵には正門があることを忘れたらあかん。増援を待ってもええけど、
もしあの仮面男や天井の人が正門の力を使ったら、敵もうちらの増援よりもずっと早く助けを呼べるで。確かにキャロルの話も一理あるね。そもそもアテンマ城が急に光り出すこと自体、どうやら第二第三小隊が先に中へ入って偵察する必要があるようですね。幸い中に入るのも初めてじゃない。それに今は倍ぐらいの戦力があるわ。みんなもこの決定に同意ということでいいですか？安心してよ隊長、神聖チュンマクラ5号今度こそ活躍するで。あ、はい。僕たちに任せて。まだそんなに時間が経ってないのに、みんな頼もしくなったわね。善は急げ、直ちに出発しましょう。正直に言うと戦闘は